皆さん、こんにちは。西庵防災部です。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。夏が来れば、思い出す、三峡ダムです。このチャンネルでは、中国三峡ダムの最新情報と、気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほど、よろしくお願いします。6月22日、地上波では伝えられない、中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、朝8時の時点で水位は 145.49m です。おとついと比べると全く同じ水位ですね。水漏れがない限り 145m 以下に下がることはありません。この辺りでキープ、もしくは上昇あるのみです。ダムの貯水側で見ると水位はこの辺りではないかと思われます。西庵チャンネルです。ダムデータによると、6月10日から水位に大きな変化はありません。これは流入に合わせて放流量を調整しているためです。南部の大雨については後で触れますが、現時点で長江流域は安定しているようです。一方、上流では流量が上昇トレンドに変わりました。ここ3日ほど上げています。時間差で三峡ダムの流入に反映されるでしょう。さて、去年の流量を載せてみました。ご覧のように、5月後半から今月の18日あたりまでを見ると、今年はずっと水量が多いことがわかります。三峡ダムは予定通り水位を下げていましたので、貯水することはありません。では、これらの水がどこに行ったのかというと、それは下流地域に流れていったということです。下流の観測所で全体的に水位が高いのは、そのためと推測しています。これまでは水位を下げるフェーズでしたが、6月に入ると徐々に雨の量が多くなります。ダムに流れ込む水の量が多くなるため、放流量もそれに合わせて増やして対応。それでも水位はどんどん上昇します。洪水シーズンが終わると、水力発電と次の年の灌漑用水のため175メートルまで上げます。深夜3時の時点で見ると、上流の観測所での流入は毎秒1万6400立方メートルで、三峡ダムは毎秒1万8600立方メートルです。このため、ダムの直近と南側の川からの流入の合計は毎秒2200立方メートルと推測されます。上流の観測所の流入は増え、直近と南側の川からの流入の合計はほぼ変わらずです。今朝8時の放流量は毎秒1万9000立方メートルとなっています。放流量から見ると 63% ほどの発電状況と推測されます。単純計算になりますが、20基ほどのタービンが稼働しているかもしれませんね。さて、6月に入ってから中国の南部で大雨が続いているようです。ここに来て記録的な大雨になっていることがニュースとなっています。最初は、広西チワン族自治区で川の水位が異常に高くなったこと。貴州省で土砂が流れ込み、高速鉄道が脱線した件。さらに、湖南省での洪水と水力発電所が崩壊したのではないかという情報。いずれも、このチャンネルでお伝えしてきた通りです。そして、次は広東省や福建省でも、洪水や土砂崩れの情報が出てきています。雨の量が、1961年以来の高水準。およそ60年ぶりですね。テレ朝ニュースによると、発表されているだけでも460万人が被災していると報道されています。これは、中国の南部に前線が居座り、集中して雨が降ったことによるものと思われます。いつもウィンディーでお伝えしている通りですね。今後は、この白い帯が北上するのではないかと思っています。さて、こちらは昨日、21日のお昼から夕方にかけてです。まだ、広東省あたりで雨雲が湧き出している様子が見えました。そして、その先をたどっていくと、日本の雨雲。これを見ると、天気というのは、つながっていることを思い知らされます。西庵チャンネル。ダム周辺の月別、年間降水量です。6月も後半となり、いよいよ、南に停滞していた前線が北上しそうです。ウィンディーで確認します。ご覧のように、雨雲の帯が、長江流域の上にかかりそうな予想となっています。来週、月曜から火曜にかけては、四川盆地、三峡ダムの上流、そして、三峡ダムの下流と、かなり強めの雨雲が来るかもしれないですね。
週間天気予報によると、たまに晴れ間はあるものの、ずっと雨模様という予想になっているようです。日本列島はというと、太平洋側に大きな雨雲が流れていましたが、東の海上に抜けたようです。今回は、九州から関東まで横断する形で、多くの雨が降りましたね。一方、沖縄は20日に梅雨明けしたそうです。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。5月の中国原油輸入、ロシア産が 55%。元ネタはロイターで、ヤフーニュースが伝えています。中国税関総署のデータによると、5月のロシア産原油輸入は、前年比 55% 増だったとのこと。中国の製油所が、割安なロシア産原油の輸入を増やしたことが背景にあるようです。国別で見ると、もともとサウジが主な輸入元だったところですが、今回、ロシアが首位となりました。欧米が買い控えた隙間をついて、商魂たくましいあちらさん。データの発表元は若干怪しいですが、基本的にデータは嘘をつきません。これでロシアの侵略が続く中、ロシア産原油の価格が下がったと見るや、大量に輸入していたことが明らかになりました。以上、5月の中国原油輸入、ロシア産が 55% についてでした。西安チャンネルです。現在は現地の様子を知ることはできません。映像が公開されているときにいろいろチェックしていると、ゴミ回収船が映り込んでいた時期もあります。画像では一隻の船のように見えますが、実は左が回収船、右にはゴミの運搬船と推測されます。左の方でショベルカーのアームのようなものでゴミをかき集め、ベルトコンベイヤーで運搬船に運ぶ仕組みのようです。このカメラでは捉えきれないゴミがたくさん浮遊しているんでしょうね。三峡ダムの高さについて考えてみた件。まず、三峡ダムは魏庄市という町にあり、海抜はだいたい58メートルから60メートルくらいだと言われています。そして、当初、この60メートルの上に185メートルのダムが建設されていたと思っていたのですが、どうやらそれは違うようです。ダムは基礎岩盤の上に建設され、おそらく50メートルくらい掘っているのではないかと思われます。その基礎地盤は海抜でいうと10メートル前後。その上に175メートルの高さのダムが建設されて、天場は海抜185メートルになるのではないかということです。第一期工事の建設当時の写真をよくよく見ると、中央あたりはさらに掘り下げられているように見えます。奥の発電施設の部分よりもさらに低い平面になっているようです。おそらくここが基礎岩盤ではないでしょうか。こうなると下流側の年間平均水面が66メートルというのも大体合致します。またダムの北側には1万トン級の船舶が通過できるシップロック、いわゆる閘門があります。高低差は最大115メートルと言われていますから、貯水側が EL175 メートルだったとき115メートルの差であるとすると、下流側の水面の高さと大体合致すると思われます。あくまでもいろいろな情報を合わせた結果なので絶対ではありませんが、それっぽくなっているのではないでしょうか。ちなみにこちらは宮城県の鳴子ダムです。ゴールデンウィークに行った時の映像ですが、このダムの抵抗は 94.5 メートルになります。三峡ダムの抵抗のうち、水面の上に出ている部分はこれくらいの規模感かもしれないですね。ただし、三峡ダムの幅は2300メートルあるので、映像の10倍くらいになります。最後までご視聴いただきありがとうございます。ご興味がありましたら、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いです。メンバーシップもよろしくお願いします。それでは次の動画でまた。